株式会社8人情報心理コンサルタント坂田誠と申します。今回ですね、iPhone で作った動画を、一気に効率的にパソコンと出し入れする方法についてお話をします。まずですね、準備していただくのがですね、iPhoto アルバムっていう iPhone アプリです。こちらの方はこの動画の説明欄に、置いてありますので、そちらの方から、ね、ダウンロードしていただければと思います。で、あと iTunes ね、を、パソコンの中に入れて、ね、パソコンと iPhone を、まあ、ケーブルでちゃんとね、繋いでおいてくださいね。で、iPhoto アルバム開きます。そうするとこういうの出ます。まず今回はですね、 iPhone からパソコンに動画を一気に移動させる。でまず、移動用のフォルダを作らないといけません。プラスをします。で、アルバムを作るを押します。で、タイトルタップして編集。もう名前は、自分が分かる名前であれば適当でいいです。で、保存。で、そうするとこういうのが出ます。で、移動用のフォルダをポンとして、中からですね。で、ここにですね、移動させたいファイルを選択します。はい。で、カメラロール。こんな感じで、移動させたいファイル。ちなみに動画だけじゃなくて写真も移動させられます。インポートを押します。で、そうするとこうやって読み上げます。まあ、これ7個なんで、割とさっさと終わりますけど、まあ、50とか選んだ場合はちょっと待たないといけないっていうことですね。これで移動用っていうフォルダーに、今動画を入れました。次に iTunes ですね。この iTunes Store っていうのの画面になっている人はですね、このライブラリっていうところを押して、この画面に行ってください。で、この画面、iPhone っていうのを押します。で、いろいろ出てきますけども、この APP ね、まあね、アプリっていう意味ですけどね、選びます。で、これをですね、下にやってください。そうすると、ファイル共有っていうのがあります。で、なんかずらずら言いますけど、iPhoto アルバムがありますので、iPhoto アルバムも、クリック。そうするとですね、先ほど移動用っていうのが出てきます。で、この移動用っていうのを選択して、保存先を押します。で、保存先を聞かれますので、まあね、任意の場所、作っておいて、例えばサンプルビデオっていう、ね、とかやってフォルダの選択をします。そうするとですね、コピーを始めます。で、まあ7個程度なんで、すぐ終わると思います。もう終わったのか、早いね。で、先ほど、指定した場所に移動を得てフォルダができて、で、iPhone のね、動画が、移動されましたと。で、内蔵のハードディスクに入れておくもよし、ね、さらにまたここから外付けのハードディスクに移しておくもよし、まあそれは自由です。で、ここまでやってですね、もう一つ注意。この iPhoto アルバムなんですけども、実はですね、iPhone のデータの保存容量を余分に食うことになります。っていうのは今、移動用7がありますけど、これは、元のビデオ、動画ファイルにさらに複製用にね、iPhoto アルバムのアプリの中に複製用のデータも入って、要するにね、動画2個ある状態なんですね、サイズ的に。とですんで、iPhone の中の容量を圧迫しますので、もう移動終わったらですね、消しておいて iPhone の容量を開けることをお勧めします。で、この消し方がちょっと分かりづらいので、これもね、見ておいてください。このね、アルバムバック画面の左下のね、矢印出てる箱押します。で、押してから消したいフォルダを選択、選択してからこの削除というのを押すとアルバムを削除。で、 iPhoto アルバムの中のフォルダとデータ消えますが、カメラロールに入って元のビデオは消えていません。 iPhone の容量をですね、節約したいのであればですよ、もうパソコンに移して、ちゃんと移しておいてから、ね、iPhoto アルバムを消してからカメラロールに入っているもうね、映し終わった動画を消すといいですね。カメラロールからの動画のまとめて消し方は選択選びます。で、こうやって選びます。で、ゴミ箱を押すと削除になって、ね、
こうすることで iPhone の中の動画は消え、パソコンの中に残っているという状態ですね。はい。まあこれがね、まあ複雑なように見えますけど、一回やると分かります。ということで、iPhone の中の動画をですね、まとめてパソコンの中に移すっていう効率的なやり方についてお話ししました。逆にパソコンの中にいってしまった iPhone で作った動画をまた iPhone に戻すっていう作業につきましてですね、長くなりましたので、別動画で解説いたします。それも解説文の中に、リンク貼ってありますので、ぜひそちらの方もご参考ください。以上、動画戦略コンサルタント坂田誠がお送りしました。では。